Salut à tous et bienvenue pour la suite de Tales of Berseria. Et j'espère la fin. Peut-être pas dernier épisode, mais voilà, peut-être la dernière session, je ne sais pas, ou l'an dernier, on sait rien. Bref, donc rendez-vous au trône de l'Empyrien en Midgand. Il faut que j'aille. Je vais où là? Il faut que j'aille où moi? Ah, il faut que j'aille là. Ok. ベルベットよくも無事に戻ってきやがってボスから言われてきたのよあなたたちに助力するようにってちょうどいいわ町の方はどうなってる私もヘラビーサから来たから鎮静化の状況はわからないわけど星稜はヘラビーサの北方を第四種管理区に指定したわよ第四種管理を放棄したということですねメイル省の住民たちは全員無事保護されたわ連盟で最下の剣士討伐の嘆願書を出してたけど当然でしょうねちょうどいいからこの町を新しいアジトにしようぜ温泉付きのアジトなんてそうそう見つからないぞそうねモアナたちはここに残していった方がいいわねダイルモアナたちをお願いしますへへここまで来たら頼まれなくったってやってやるさ頼もしいわねダイルのくせにくせには余計だとっとと行けベンウィックたちがヘラビーサで準備を整えてるぜセラトリーシェーツメーセケスクリーVoilà. Oh, des gens avec qui parler, c'est pas possible. Soko Yuku Taimashi-sama. Izen, kono machi o osameteita Itto Taimashi, Teresa-sama o gozonji arimasen ka? Kono machi ni chitsujo to kiritsu o futatabi torimodosu koto ga dekiru no wa Teresa-sama tada hitori nano desu. Douka, seiryou no honbu ni tsutaete kudasai.ヘラビーサの住民はテレサ様を待っているとたとえ最下の剣種に襲われたとしてもテレサ様がお戻りになるまで俺はここから動かない動かないでどうするの危なくなれば必ずやテレサ様が助けに来てくださるあの氷のように冷ややかな眼差しとともにテレサは戻ってきませんええー、テレサのことが好きなら守ってもらいたいではなく彼女を守れる男になってください。なんか、あなたの熱い眼差しも、ちょっといいかも。え？Je veux du tout lui ce qu'il en dit, je fais autre chose. Hop là, lui. サイカやゴーマが町に現れた時の避難経路を相談しているんです。前にサイカが暴れた時は大混乱になって怪我をした子供らもいたもんでひとまず脱出用の船を用意していつでも海に逃げられるようにしとこうって話してたんでさ町の住民全員が船で脱出するのは難しいですよね避難船はいい考えですが陸路も必要だと思います確かにでも陸路の場合避難通路からゴーマが入ってくることもありますよねええその場合は町の門と同じように避難通路の警備が重要になってきますできればゴーマだけが通過できないような工夫ができると良いのですが一部のタイマシが精霊を使えなくなってますし精霊の常駐も期待できないですし厳しいですね私から精霊に請願してみますので皆さんもどうか諦めずに考えてみてくださいもちろんです諦めたりなんてしませんぜ自分の命は自分で守らないとな清涼にお願いなんてできるの訓練所時代の知り合いにシルフもどきを飛ばしてみます彼なら裏切り者という私への不信があってもヘラビーサの球場には目を向けてくれるはずです
おい、いつまでお前はビビってやがる。サイカの剣士が怖くて漁師がやってられるか。この町をめちゃくちゃにしたゴーマが生きてたんだぞ。いつまた現れるか。もう現れておるがの。ベルー、そんな風に弱気を見せたらますますサイカの野郎につけ込まれるだろうが。でも俺たちにはゴーマ一匹倒すことだってままならないんだぞ。だから漁に出て魚を取って食料を確保するんだろうが。学校じゃそんなことも教えてくれんかったのか。まったく、そのヘナチョコ根性を叩き直してやる。さあ船を出す準備を始めるぞ。熱い親父だな。あの熱さにはゴーマも近寄らなさそうだね。Donc, je crois que c'est là. Hein. Normalement, c'est là. Ouais, c'est bon. Encore un autre bus à qui parler. Okaeri! Toktou Domo, t'as eu ça? Eh. Demo, mada, douche, t'as eu ça? Yo, yo, ça y est, 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 yo, ça y est.リンゴ？気休めだけど、お守りだ。フォーチュンアップルっていう珍しいリンゴでさ、幸運を呼ぶって言い伝えがあるんだ。フォーチュンアップル。悪党の俺たちに必要なのは悪運の方じゃないのか？死神なら間に合ってるぞ。いや、そういうこと言うなよ。まあ、それなりにありがたくもらっておくわ。リンゴは好きなのよ。食べるなよ。言われなくても食べられない。そうか、私の食らう力もカノヌシの力の一部だとしたら。どうかした？味見してみる？幸運のリンゴ。ダメだよ、お守りなんだから。そうね、生きる勇気をくれるお守りよ。ん？で、最後の目的地は？聖主の御座よ。ゼクソン港へ向かうぞ。アイマン、アイサー。食べちゃダメだからね。はいはい、分かってるわよ。カノヌシの沈めの力が昇降状態になったことで、人々の心も少しは解放されたのでしょうか。海賊団の連中も荒っぽさが戻ってきておるし、個人差はあれど変化は起きておるじゃろうの。少し各地を見に行ってみませんか。どんな影響が起きているのか気になります。四聖主にも会えるなら会ってみたいよね。それはやめておいた方がいい。四聖主はそれぞれどこかの地脈点にいるはずだが、それがどこかは分からん。遥か遠方の可能性もある。会えたところで俺たちの味方とは限らないしな。じゃの、神は神の都合で存在しておるのであって、カノヌシを倒したいというのはわしらの都合じゃ。そうだよね。でも戦いの足場を見ておくのは悪くないわ。アルトリウスたちの動向を探りつつ世界を回ってみるのもありね。六郎、第四種管理地区にあんたにぴったりな島があるぜ。俺にぴったりな島だって？なんだ、うまい神水でも湧いてるのか？そういう噂もなくはないけど、剣の方のぴったりってやつだよ。その島に出るゴーマはどいつもこいつも鎧やら兜やらをまとった連中なんだってさ。鎧のゴーマなら別に珍しくはないぜ。でも島に派遣された大魔師たちの剣がみんな折られちまったって話を聞いたんだよ。剣を使うのか鎧が硬いのかはわからないけど、あんたの剣なら切れるんじゃないかってさ。ほう、悪くないな。何でもその島は昔は剣士や騎士たちを集めて腕比べをしてたところなんだってさ。その島の話なら聞いたことがある。国中の職人が腕によりをかけて作った武器や鎧を腕自慢の兵士たちに持たせて戦わせたそうだ。兵士たちの腕比べでもあり、武器の品評会でもあったとか。その島に出るゴーマってことは、
いい剣や武器で切りかかってくるかもしれんな。俺も技物の武器や防具を見られるかもしれん。面白そうな島だな。この話を聞いて行く気になるのか。本当怖いもの知らずだな。なんとかなるかな。影すばる地層天下の地面天合体流線飛炎連絡だ。次天に届け影すばる散るくらいか。影すばる本気で戦いなさい。わしは遊ぶとき。Voilà, ça c'est fait. Du coup, go maintenant au scénario.何ですか？私だけ呼び出したりして。ライフセとは一緒に見張りをするって言い出したけど無理に休ませました。連戦の疲れがあるはずですからね。助かったわ。あの子弱音を言わなすぎるから。名付け親に似たんですよ。似てないわよ。あの子の頑張りは希望だもの。希望。いい風ね。はい、厳しくて悲しいけれどやっぱり世界は綺麗です。果てしない海も南国の島も氷の大地も火を吹く山も。そうね。そしてそこには人間が生きてる。ラフィーが旅を従ってた世界なのね。あの子が海の向こうに何を見てたのかやっと分かったわ。エレノア、一つだけあんたに頼みたいの。私に何かあったらライフセットをお願い。どうしたんですか突然。クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから理論上は可能なはず。ううん、断りじゃない。私の中の憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ。世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですがそうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。鎮静化は解除されたようね。ガーマの被害と引き換えにの？それも予定通りよ。世話になったわね。したいことをやっただけさ。礼なんかいるかよ。行くぞ。同志と決着をつける。次もたアイフリード海賊。鎮静化の影響は弱まったが、その分町はざわついてる感じがするな。清涼の対魔師が激減し、
ゴーマへの対処が追いつかなくなっているのかもしれん。泣いてるの？現実を噛みしめているだけです。借り物の断りではない、自分の情で動くことの怖さ、辛さ、そして責任を。今が私の本当の新しい出発点なんです。この過酷な現実を噛みしめて前に進まないと。面倒なやつね。けど嫌いじゃないわ。はい、泣き虫じゃありませんから。そのようね。だが何でも背負い込むなよ。わかっています。私にできることをするだけです。そんなこと言いつつ限界を超えても頑張っちまうのがお前だろ。ギリギリまで頑張ってどうにもならないときは人を頼ってもいいんだからな。六郎、ありがとうございます。ま、俺は人じゃないけどな。わかっていますよ。Bon, bah, y a encore des gens à qui parler? Attends, en vrai, j'ai vu que ça serait la dernière session d'un épisode. Enfin, d'un épisode, non, c'est... J'ai dit la dernière session. En fait, non. Vu la quantité de personnes, de PNJ avec qui parler, vu la quantité de scènes qui sont à rallonge comme d'habitude, en fait, non. On en a encore loin, en fait. Hein. Même si, niveau chapitre, on est à la fin. Vu le nombre de chefs de PNJ avec qui parler, vu la longueur que c'est, vu à quel point ça prend tellement de temps en fait de parler aux PNJ, les scénettes, tout ça, les cinématiques aussi, en vrai, on est encore loin. Bon, allez, je suis là. なのにどういうことだよ。精霊を操れないからゴーマを倒せないって。精霊術が使えなくなった理由は我々にもよくわからないのです。ですがたとえ精霊術が使えなくとも最後まで自分は皆さんを守るために戦います。どうか落ち着いてください。あんたたちの言うことなんかもうまともに相手してらんないよ。何ジロジロ見てんだよ、そこの目つきの悪いあんた。ちょっとこっち来いよ。遠慮しておく。がたいいいくせに逃げてんじゃねえよ。やめてください。皆さんの不安も苛立ちもわかります。ですが今は人間同士が争い合ってる場合ではありません。世界の混乱やゴーマに立ち向かうためにどうか我々に手を貸してください。あんた、それでも不満があるなら私が相手になります。悪かったよ。気骨のあるタイマシだな。ああ。あんたたちはマギル歌劇団。ああ、技術団よ。やっと会えたよ、マギル技術団に。挨拶したくてずっと探してたんだ。挨拶？どうにも巡り合わせが悪くて全然オタクらの技術が見られないから自分で技術団を立ち上げたんだよ。声量も混乱してて町も不安そうな顔ばかりで、ゴーマも出るし、なんだか世の中が暗いだろ。だからこそ明るくて楽しい催しが必要だと思ってね。技術団は特訓中で間もなく旗揚げ公演さ。すごくいいと思う。技術団はなんて名前なの？ガツンとインパクトのある言葉を選んだぜ。その名も漆黒の翼。漆黒の翼。おいおい、反応薄いな。人を楽しませるのに漆黒ってどうなの？黒い翼なんてカラスとかコウモリみたいでしょ。俺ん中じゃ漆黒の翼といえばお笑いなんだけどね。じゃあちょっと変えるか。その名も漆黒の笑い。まんまブラックジョークじゃな。腹黒くてスパイシーな方向に進めなかい？じゃあ漆黒の術、いや漆黒サーカス、いやいや漆黒大サービス、漆黒の漆黒から離れてみたら。確かに。じゃあこれならどうだ。ハッピースマイル技術団。幸せの押し売りみたい。はいはい、もういいよ。
漆黒の翼記述団カッコ笑いカッコ閉じ、これで決定。異論は認めない。思い切ったの。じゃがお主の志は気に入った。漆黒の未来を記念してマギンポイ。ありがとうよ。これからはライバルだな。同業者としてよろしくな。マギンポイってどうでもよくなるおまじないだよね。こういう時代こそどうでもよいことが必要なんじゃよ。っていうか漆黒の未来ってあんた全然祝福してないでしょ。マギンポイ。ネクターも神水も手に入らなくなっちまった。でもよ、おかげで目が覚めたぜ。口寂しくていろいろ飲んでたら、うまいお茶を飲むと心が安らぐことに気づいたんだよ。神水を子供には飲ませられないが、お茶なら子供からお年寄りまで楽しめる。それは良い着眼点ですね。これまでに貯めた金をはたいて、世界中のいろんなお茶を集めた店を開こうかと思ってるんだ。ゴーマのことでピリピリしてたら心が甘いっちまう。お茶飲む時ぐらいホッとできたらいいよな。そういうお店には美味しいパイとか焼き菓子とかがあったらいいな。だよな。お茶と一緒にお菓子も探すぜ。ついでに俺の嫁さんもな。頑張ってください。ありがとうよ。ちなみに姉ちゃんは俺の嫁になる気はないか。ごめんなさい、遠慮しておきます。だよな。Alors, j'ai pas lu le début, mais j'ai lu juste la fin. Voilà. Mais c'est drôle. Je retourne en arrière juste pour se regarder au cas où il y a un truc qui se passe. パラミデスの遺跡に凶暴なゴーマが居座ってるから近寄るなって清涼からお達しが出てるよ。そのゴーマは仲間を呼んじゃ共食いしてどんどん凶暴になる特殊なやつでな、タイマシ様もかなり手こずってるらしい。あんたたちも近づかない方が身のためだよ。共食いして凶暴になるって孤独かな。仲間を呼び寄せて食らうか。そのゴーマは本能的に孤独を行っている可能性が高いな。仲間を食らってでも強く生きようとは、一週半回ってすがすがしいゴーマじゃの。一週半の半って何よ。関わり合いたくないが関わってしまうやもしれぬ、そういう悩ましさの表現じゃよ。孤独を重ねているならかなりの強敵だろうな。そいつをベルベットが食らえば強い力を得ることができるかもしれん。けど危険だよ。戦うべきか戦わざるべきか、ああ何周回っても悩ましいな。お笑い公演をやらせてもらいたいんじゃが枠はあるかの。あるが、イズルトの客は目が肥えてる。しょっぱい芸じゃ帰り討ちだぜ。ほう、そいつは腕が鳴るな。おお六郎、妙にやる気じゃな。実は前から舞台に興味があったんだ。勝負度胸を鍛えられそうだからな。それ以上鍛えんでもいい気はするが、まあお主に多くは望まん。わしがしゃべくり倒すからお主は適当に相槌を打っておればよいぞよ。おう、で切り込まれたら切り返せばいいんだろ。刀は使用禁止じゃぞ。こら、わかったと言わんか。さあ行くぞマギル、気合い入れろよ。嫌な予感がするの。はいどうも、危険なコンビマギロー&ロクロじゃよ。マギンブイ。いやイズルトは潮風が気持ちいいところじゃの。潮風といえば、潮風は刀に良くないぞ。
こまめに手入れしないと錆びるから気をつけろ。まあそういうマニアックな注意もあるんじゃが、潮風を嗅ぐと海の幸を食べたくなるんじゃよな。刺身に浜焼き、海鮮丼、見た目も美味しいのが海の幸で。海の幸といえば魚の三枚おろし。ここだけの話、三枚おろしは刃物使いの極意だ。魚に限らず生き物の体には切るべき筋があってだな。というような物騒な話は置いといて、美味しい海の幸には奇妙な姿をしたやつが多いよな。タコとかタチウオとか。タチウオか、剣士として一度立ち会ってみたい相手だな。急にシュールボケかまされても対応できんのじゃが。いやいや、今のは剣士の俺がタチウオをライバル視するという直球のギャグで。ちょっと黙っておれ。おう、タコとかタチウオとかちょうちんあんこうとか、妙な姿のやつほど美味しいという話もあるが、確かにわしが大好きなフグもまん丸な妙な形で。まん丸といえばアルマジロウという妙に丸いやつに会ったことがあってな。いやあれほど丸いやつは後にも先にも初めて見たな。じゃかし、お主とはもうやっとれんわ。結構面白かったな。意外にもそこそこ受けてしまったのが悔しいが、どうだったじゃろう。一つ言わせてくれ。どう考えても相方がボケだろう。そうなのか。いや、お主は制御不能な自由人じゃよ。Voilà, donc ça c'est fait. アイフリード海賊。地図いっぱいになってきた。嬉しそうですね、ライフセッタ。今すごくニヤニヤしてたわよ。仕方ないよ。ベルベットだってつい笑っちゃう時あるでしょ。私？そうね。台所を食器までカンペキにピカピカにした時とか。わかります。お風呂を隅々まできれいにできた時もですよね。そうそう。あとすごくいい天気の日に大量の洗濯物を干し終わった時も。掃除や洗濯と一緒にしないでほしい。探索船から連絡が入った。恐怖の島が見つかったらしい。恐怖の？何なんですかそれは。前にアイゼンが言ってた動く島だね。そう、太古から異界をさまよい続けていると伝わる祈祷中の祈祷だ。神羅万象、あらゆる力を吸い取る場所とも言われている。その力、カノヌシと何か関係が。これ以上は言ってみなければわからん。まずはイズルトの船着き場にいる仲間と合流するぞ。C'est fait, du coup. Et ça a marqué que c'est un peu, enfin, je dirais pas sexiste, mais un peu quand même. Dans le sens où toutes les filles aiment cuisiner et faire le ménage, et les hommes aiment combattre, aiment l'action, le combat et tout ça. C'est rigolo. Voilà. Prenez-le comme c'est, hein, voilà. Et je trouve ça rigolo. おー、ノル様人形コンプリート。おめっとさん、トータス、トータス、ついに極めに。あ、そんなことより、そんな、また一筆逃げ。おいおい、こいつは果たしじゃ。単なる嫌がらせでしょ。放っておけば。私たちが知るだけでも3度目ですよ。ここらできちんと処理しておくべきではありませんか。僕も気になる。これを放っておいたらアイゼンの妹にまで何かするかもしれないし。それだけは絶対にさせん。タイタニアへ行かせてもらうぞ。
新しいお嬢さんがさ、まむしし、まさに、そのし、またこっちは、私のちょ、じゃあ、いや、追加でど、すでに、なら、え？残りの、引き取る、ありがとう。彼女の愛で石造り山から、うん、石材近くの、詳しい、私は、彼女は、彼は、私はそう、今は、金属の、そうなの、遠くで聞いて、もし構わん、俺だ。バンエルティア号に乗った気でいろ。すでに少し不安じゃが、まあお主の威圧キャラをいじりつつ、わしがボケ倒せばいけるか。いや、ボケは任せてもらおう。ま、任せていいのかい。見せてやろう、死神のクールな笑いを。え、嫌な予感がするの。愉快なコンビ、特攻死神野郎じゃよ。マギンプリ、わしの決め台詞が奪われた。ええ、本日はわざわざのお運びありがとうございます。落語の登場人物と申しますと、ハッツァン、クマさん、大家さん、それから横丁のご隠居にバカの与太郎なんてことを申しまして。ちょいちょい、何を語り出しておる。どうもこうもない、枕で客の感触を探るのは基本中の基本だろう。いやいや、現代の笑いはスピードが命じゃ。つかみはほどほどに、しゃべくりで一気に回すんじゃよ。意義ありだ、古典を忘れた笑いには未来もない。そういう硬いのが古いんじゃよな。笑いはもっと進化せねばいかんのじゃ。ニューウェイブ気取りか。おいこら、今舌打ちしたの。いや、完全に舌じゃろ。コンビのリーダーはわしじゃぞ。笑いの法則以前に序列を守れ。すみませんでした。分かればいいわい。で、今日は何をするんじゃ。時計のモノマネをやる。完全に舌打ち。お主とはやっとれんわい。ふん、久々にやりきったな。練習を重ねたネタじゃが、どうじゃったじゃろ。ネタはそこそこだったが、相方さんが怖くて笑えません。なに。ごもっとも。結果発表。全員とコンビを組んでみた結果、お主らがまあ全く使えんことが分かった。ごめん。別に悔しくないけど、そう言われると腹が立つわね。じゃので、わしとビエフーとのコンビでマジルーに挑むことにする。はいデフー、準備はできてるデフよ。勝負ネタはお墓の猫エンペラーデフか、それとも鉄板ネタの機械人の逆襲。いや、ここは破壊力重視じゃ。イズチの雷様で行く。ということは、山場の雷を連続で落とすくだりは。うむ、客の反応に合わせてアドリブで重ねられるだけ重ねる。抜かるなよ。了解でふー。つかみのトーク用にご当地ネタも調べておきまふー。頼むぞよ。あうんの呼吸だな。最初からビエンフーでよかったんじゃない。つまりこれがマギルーが用意していたオチということか。はぁ、とにかくマジルーちゃんに会いにローグレスに行きましょう。ほら、ça c'est fait。勝負じゃマジルー。なるべく万全じゃない状態で出てきやがれ。マジルーの公演は当分ないよ。なんでじゃ。わしとビエンフーのコンビ、板かまぼこに恐れをなして逃げたかい。いや、マジルーが師匠と大喧嘩をしてな、家出しちまったんだそうだ。何があったんですか。あいつが練習を休みたいなどと言うからだ。そういうこともあるでしょ、遊びたい年頃なんだし。とんでもない、
一日練習を休んだら元に戻すのに3日もかかるんだぞ。だとしても理由ぐらい聞いてあげても。聞くだけは聞いた。ザマル衝動とやらに行きたいと言っておったが、そんな理由では。ザマル衝動？そこは凶暴なゴーマの巣ですよ。なんだと。ふむ、マジルーがそこへ行ったとするとわしの不戦勝は確定かもな。そんなオチは認めません。マジルーちゃんを探しに行きますよ。ルル。Ah, quelle caisse ce moment. Nous venons d'arriver. Ah, costaud là. Il s'est régénéré là. に反抗して飛び出したそうじゃな。違う、そんなんじゃ。言わずともわかるぞよ。わしにも面倒な師匠がおったからの。師匠なぞ勝手なことを言うしか能がない生き物じゃ。あら探しばかりしよって必死に努力しとる弟子の気持ちを知ろうともせん。うん、バルタ先生も私がここに来ようとした理由も聞かずにダメだって。いつもそう、芸が全てで何を話しても踊りのことになっちゃうんだ。私はもっといろいろなことを話したいのに。そうじゃろそうじゃろ。そんなクソジジイに自分を殺して付き合う必要なんてないのじゃぞ。行く場所がなければマギルー奇術団に入れてやってもよい。あるのかな、そういう生き方も。無事か、ルル。先生、どうしてここに。それはこっちのセリフだ。なぜこんな危険な場所に来た。この洞窟に薬草があるって聞いたんです。先生の後遺症に効く痛み止めの。お前、わしのために。バカ者が。お前の素晴らしい才能をそんなことで犠牲にしていいと思うのか。そんな言い方って。ルル、お前を最高の舞踏家にすることだけがわしが生きている意味なのだ。年寄りの身勝手だと分かっている。嫌ってくれていい。だがどうかその才能を無駄にしないでおくれ。お前の踊りはな、こんな時代にも明るさをもたらすかけがえのない宝物なのだ。先生。やいやいやい、黒い悪い安いでおなじみのマギルー奇術団の前でとんだ三文芝居をするな。目障りじゃ、ピューッと立ち去れ。え、急になぜ。えい、お主らは場違いじゃと言っておるのじゃ。マギンプイ。これが正規の大魔法使いマギルー姉さんの実力じゃ。三流舞踏家の芸など相手にもならん。指定揃って恐れ入るがいい。恐れ入るもんですか。今の私じゃかなわないけど、先生が目指す舞踏はあんたの魔法にだって負けないわ。私はいつか理想の踊りにたどり着いてみせる。ルル言うたな。ならばせいぜい師匠と共に精進するがよい。マギルー奇術団はいつでも挑戦を受けるからの。
マギルありがとうございます。あ、何のことじゃ。柄にもなくマジルーちゃんを導いてくれて。さてはって導いたかどうか。ええ、あの師弟がこの先どうなるかなんて誰にもわからないものね。まったくの、死の期待に潰されるか、己が限界に絶望するか、死が弟子を、弟子が死を見限ることだってあり得る。ヨシンバ・マジルーが死の理想を叶えたとしても、それが本当に幸せかどうか。マギルー、それはあなたの。ただの、自分を必要としてくれる者がいるなら、そやつと一緒にいたいと願ってしまうのが人情じゃろって。弱いわね、人間って。けどそれが人間ですよ。そうね。おっと、柄にもなくオチのない話をしてしまうたわ。熱でもあるんじゃない。たまにはいいでしょう。うむ、たまにはな。姉さん、僕が特訓したネタはどうなるんでふか。もちろん用なしじゃ。ビーン。結局オチがついたわね。ben voilà, j'ai fini la quête annexe de Magilou. Bref.Donc, bah voilà, ça c'est terminé. Je voudrais juste faire, du coup, le remède, machin. Ça se trouve pas Rinid. Retour à la plaine de Sion. Anata ga life set ne. Anata wa Dave no haha yo. Ano ko ga kono memo wo anata ni watashite kure.四つ目の素材が書いてある。リーブはどうしたの。あの子は高熱を出して動けない。十二歳病の末期状態だな。そんな、町の子たちは病気が怖くてリーブを避けたけど、あなたは気にせず仲良くしてくれてありがとう。あの子はいつもあなたのことを楽しそうに話していたわ。おばさん、リーブの研究所を貸して。あと一個素材が分かればリーブの病気を治す薬が作れるんだ。僕が解読してみせるから。それは危険なことなんでしょう。あの子の友達を巻き込むわけにはいかないわ。それにあの本はある人に貸してしまったの。うん、12歳病と分かった時から覚悟はしていた。丈夫に産んであげられなくてごめんね、リーブ。どうする、ライフセットは。素材を探してみるか。じゃが、もう時間がなさそうじゃし、そもそも最後の素材がわからん以上、無意味な努力じゃぞ。うん、かわいそうだけど、仕方ないわね。リーブはこうなる運命だったのよ。仕方ない。あんたが責任を感じる必要はないわ。結構親身になった方よ。もともとオメガエリクシール自体が眉唾なんだし。そんなこと。こりゃベルベット、もう少し言い方というものがあるじゃろうが。取り繕ってどうしようっていうの。これが現実よ。まあ今は辛いだろうけど、しばらくすればただの思い出に変わるわよ。ううん、悲しみに浸れる、とっておきの思い出にね。そんな言い方ないよ。リーブはまだ生きてる。それにリーブの研究は、オメガエリクシールはきっと本物だよ。僕はまだ諦めたくない。だったら探せばいい。迷う必要なんかないわ。ベルベット、失ってからでは遅いのよ。どんなに謝っても、どんなに後悔しても、
後悔は思い出になんかならない。終わらない悪夢に変わるだけよ。けどあんたはまだ失ってない。友達も希望も、うん、なら全力で捕まえて握りしめなさい。うん、四つ目の素材を探す。ヒントはリーブのメモに書いてあるよ。Ouais, ok. Bon, on fera ça, du coup, la suite de ce quête dans le prochain épisode. Je vais m'arrêter là. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se dit à la prochaine pour la suite de Tales of Azaria. Allez, bye bye.